はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月5日ですね。もうすぐ1時になります。はい、お昼ご飯をいただきましてね、まあ食べたんですけどね、まあいつもの通りね、ビール飲料を飲んでたらですね、こんだけ涼しいんやからって、もう1本でええかなと思ったら、2缶目行きましてですね、2缶目終わってるのにまだ調子ええやんと思って3缶も飲んでしまいました。今フォーっとしてましてですね、ちょっといい気分ですよ。これ眠たくなったら最高なんですよね。眠たくなったら昼寝できるでしょ。昼寝したらまた気分が良くなるんですよ。でまた気分が良くなってもう一缶とかってやってしまったのが真夏でしたけど、まあ今はね、ほんまに涼しくなって、なんかね、消防車がカン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 走ってたんですけど、ちょっと落ち着いたみたいで、月曜日どういうわけか東証は上がってますね。東証299円も上がってます。今日は下がるんかなと思ったんですけどね、トランプさんのこう不安定化で、で原因も戻してるんですよ。38ドルまで戻しました。今すごいやんと思って、また40戻すんかっていう世界ですね。この辺りはようわからんっていう。でニューヨークダウの先物がですね、プラス209ドル、あ違うわ、プラス89ドルですね。ダウ比に比べて、戻してるやんということで、あんまり影響ないなということですね。さて、菅総理がですね、その携帯料金下げろって言ってます。なんかようわからんんですけど、あの方はですね、総務大臣を経験してるんですね。総務大臣って旧郵政省が入ってて、要は簡単に言えば携帯電話会社、携帯電話の所管の省庁なわけです。で、政府が言うことかと思うのね、基本的に。その事業を認可する認可しないは政府に権限があるんですね。総務省に権限があって、で楽天とか入ってきてますでしょ。でその例えばソフトバンクであればヤフーみたいなところがですね、安いよっていう携帯電話会社をこう作ったりしてます。そこで強制的にね、お前ら値段高い下げろって、国際的に見て外国と比較して高いと、表面的には高いらしいんですけど、どうなんでしょうね。政府がそういうことを言うことに関して、それがこう健全なのかどうかというのがかなり疑問が残りますね。ただ菅さんという方はですね、どうもやっぱりなんとなくね、こう利権で動いてるなという、叩き上げ独特のその利権感覚があるという気がしますね。なんかね携帯電話の料金下げろっていうのもね、それは嬉しいんですけど、僕の料金が下がったら嬉しいですけど、なんかしっくりこないというところがありますね。で、先日 NTT がですね、子会社であるドコモを完全子会社化するということでですね、何兆円、4兆円ぐらいのお金をかけるらしいですね。で NTT っていう会社は、僕が子供の頃は電電公社というのですね、いわゆる三公社五原業というのがございまして、その三公社の一つでした。でいわゆる国がお金を出してるっていうか、国の事業なわけであったんです。で電話というのはですね、有線、今のも有線ですね、ここも有線につながってますけど、有線の時にはこれは完全なこの国家事業ではあった方が良かった時代なんですけども、ちょうど私が就職する頃ですね、1985年頃、もう今からで言えばですね、35年ぐらい前は、電電公社から NTT に変わる時代でした。であの時はですね、要は赤字やからね、政府はお金出すのしょうもないやないかって言って、ね、変わったんです。で電電公社時代やってることは非常に変なことをやってました。 NTT になってもそうでした。私がですね、27歳ですが、31年前に自分の会社を持った時に電話を3回線引こうとしました。で1回線7万円かかったんです。で20何万払いました。だからあのお金どうなってんねんって
あ、で、あの、帰ってこないんですよ、結局は、そのお金は。帰ってこない、よう取られたんですよね。もう非常にね、だから、あの、あれらがやった、NTT がやってたことはね、おかしいことです。で、世の中がですね、携帯電話時代になりまして、今は3社ですね。ソフトバンクに au ですね。3社時代になっててですね。で、菅さんは、携帯電話の料金下げろって言って、これは主に孫さんのソフトバンクをターゲットにしてると言われてます。孫さん自体が民主党政権時代に民主党にこう食い込んだわけですね。なんで今自民党ですから、あの民主党時代にですね、こうやらかしたのが日本航空でありソフトバンクなわけですよ。で今はまあなんていうか逆風を浴びているという状態ですけど、まあ孫さんは意気健康ですね今でも。まあそのね、携帯電話下げろっていうのもいいんですけど、NTT 自体がですね、そのあどうしようもない会社なんですね、私から見ると。僕も NTT ドコモの携帯持ったことありますけど、別に NTT に対して何かこう君たちはいいねっていう思いを持ったことは一度もない、過去に。やらかしてる会社なんですよ。やらかしてる会社で、彼らが新規事業を始めて、なんとかかんとか成功してるのは、要は元のバックグラウンドがあったからですね、NTT っていう電源公社という。NTT データなんていう会社もありますけども、彼らが何か新しいことを始めて、こう、新たなイノベーションを起こした、新たな業態を切り開いたということは一回もないんですよ。一回もないですよ。時の流れに従ってね、やってるっていうだけの話だった。いまだにですね、iPhone というのができた、Apple ですね、Apple が iPhone を出したと。あんな技術いくらでも日本にあったのに、それをやらなかったのは、ひとえに NTT という会社がアホやったから。で、今でもダメです。ものすごくですね、その、お役所的な会社でして。で、徐々に民間、ね、どうなんでしょうね、今、民間資本はどれくらい入ってるのか知りませんけども、中身は全くお役所なんですよ。だからですね、10年後、20年後にですね、NTT という会社がですね、こう、3社体制の中の、今の3社ですね、ソフトバンク、au、NTT ドコモっていう、3社体制の中に残ってるのかどうかっていう、かなり疑問ですね。かなりの疑問です。あの東芝でさえですね、あんなことになってしまったわけでして。で、お役所体質が残っててですね、まだ天下りもいっぱい受け入れてますね。で、変な、儲からない子会社いっぱい持ってますね。で、そこら辺にですね、この土地を持ってるんですよ。NTT 社宅とかして。それがどんどんマンションに変わってるんです。で、NTT 都市開発という会社がございまして、マンションデベロッパーで。まあ、これはまあまあやってますけど、私もお仕事をさせていただいたことあるんですけど、まあまあ、奥下さん体質でして、自分でね、こう、競り合って土地を仕込んで、マンションを開発しようというタイプではないですね。山のように土地持ってるんで、それを順番に売ってったらええやんっていう、まあ今でもそういうところがあってですね、NTT 都市開発がやってる分譲事業って見ると、ああ、はいはいって見ながら、こう、私もこう、資産価値評価をしてるんですけども、まあ不動産屋として生き残れるような会社ではないですね。ただ不動産いっぱい持ってるんで事業はできるという会社です。5年10年で世の中ってガーッと変わります。なんやろうねって分からんぐらい変わるんですよね。例えば去年と今年に、去年の今頃と今と何が違うかってコロナでしょ。あんなことがあるんですよね。こんなあんなことでこんなことですね。ガラッと変わってて、もう今は本来だったら、五輪終わったねーってなって、ふーって言ってて、さあ、湾岸どうなんねみたいな話ですけど、今はですね、コロナバブルでですね、変な不動産需要ができて、それで沸騰してるという、こんなこと誰も予想しない。誰も予想しないことが、どんどん起こっていくのが世の中なんですね。もうだからですね、5年先、10年先にですね、携帯電話がどうなってるのか、まあ、菅さんなんて、総理大臣はあと5年もやってるかわからないでしょ。そもそも来年9月に総裁選に勝てるかどうかわからない。
どうなってるかわからないのでですね、その5年先10年先も NTT がだんあるのかないのかってようわかりませんね。でそもそもの話、もう郵政なんかいらんでしょ郵政いらん時代なんですよ。だから NTT の事業基盤である電話というものがですね、もうほぼ無線化される時代になった時に、あの会社どうなるのかと。で一番弱いんですね。一番そのなんていうかお役所体質なんで、一番経営が弱いわけです。ソフトバンクはまあ今はね、あんな経営危機になってますけど、まあどうなるか分かりませんけど、でも民間ではないあの弱さというのはですね、これからの5年10年で見ていればかなりの弱点ではないかなと思いながら、私はこの前の、ドコモの、ね、合併とか今の携帯電話の料金引き下げとかというニュースを眺めていますというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。